日本宮城県松島町、高木高木は、宮城県宮城郡松島町の大技。郵便番号は981-0215。松島町ホームページによると人口は4912人、世帯数は2079世帯である。町の中央部に位置し、東は磯崎と、西は初原と、南は松島と、北はコンメグルと接する。域内の小技は、 以下の通りである。現在の行政区域としての成立は1928年1月1日に松島村が調整を施行し松島町になったことによる。江戸時代、仙台半世紀から浜海道屈指の宿場町として栄えていた。松島町立松島第二小学校、松島町立松島中学校へ進学する。2021年5月末時点で、 の人口は以下の通りである。高城では犠牲者は2名で、建物の被害も少なくなく、携帯電話がつながらない、避難所がパニックになったといったこともあったとされる。以下は犠牲者の統計である。以下は建物の被害の統計である。AB、郵便番号。日本郵便。2021年6月19日閲覧。市外局番の一覧。 総務省。2021年6月19日閲覧。AB。人口と世帯。松島町。2021年6月22日閲覧。宮城県宮城郡松島町高城。ナビタイム。2021年6月22日閲覧。松島町町営バス路線図。松島町。2021年6月19日閲覧。通学区域。 松島町、2021年6月19日閲覧。ABC、東日本大震災に関する情報。松島町、2021年6月22日閲覧。谷健治、小地域別に見た、東日本大震災被災地における死亡者及び、死亡率の分布。埼玉大学教育学部地理学研究報告第32号。 埼玉大学教育学部地理学研究室、2012年、1から26ページ、土井、10.24561、00016186、一瞬0913から2724、度 1, 8, 0度1200億638万8016、2021年6月22日、閲覧。ありがとうございます。